本院中国皇帝院は中華人民共和国における技術分野の最高研究機関であり、また国務院の直属事業単位である。設立は中国科学院から分かれて独立した1994年とする。中国皇帝院のメンバーは現在604名であり、中国科学院と共に科学技術関係の両院と呼ばれている。設立以来、 中国工程院は関連する政府の部局や委員会からの委託を受けて国家の主要な企画、計画、指針、政策についての助言を提供してきた。中央政府と地方自治体の様々な省庁からの要請によって中国工程院はメンバーを組織して研究を最前線で行い戦略的な意見と提案を出してきた。これらの受託研究は 国家のマクロ意思決定に対するメンバーの貢献を最大限に引き出す上で重要な役割を果たしてきた。それと同時にメンバーは長期的に蓄積された自分の経験と視点及び国際的な工学や技術の発展傾向に基づき定期的かつ積極的に意見や提案を出してきた。中国工程院の実質的な前身は中央研究院である。中央研究院は 中華民国及び国民政府の台湾移転に伴い台北市へ移転しそこで再建された一方北京では中華人民共和国の建国後残った施設や人員により中国科学院が創設されたそこから1977年に中国社会科学院が創設されて人文社会科学の研究所はそちらへ移管し またさらに1994年には中国皇帝院が分かれ設立された。中国皇帝院の院子とは中国における工学、技術科学分野における最高位の称号である。これは終身の称号である。新人の院子はすでに院子である。者たちによる選挙で選ばれる。中国皇帝院の院子は院子、死神院子、外籍院子で構成される。 中国工程院の院士となる資格は、工学、技術科学の分野で顕著な創造的業績及び貢献をなした中国籍を有する上級技術者、教授、その他の学者や専門家とする。中国籍を持たない場合は、外籍院士として選出される。新人の院士の選挙は各年で行われる。各界の選挙で選出される。院士の総数は、 中国皇帝院の指導部により決められる。候補者の試験と選出は学部別に行われ、投票は秘密投票である。投票結果は指導委員会により監査され当選が決定される。主向は総研所正道周渡る。